もう満開だにゃ。年々、桜の開花が早まってるにゃ。どうも、どうも。ニュース大好き、マスクニャンです。今日は、各地の気温などを、いつもの年と比較するときに使われる、平年値が変わるっていうニュース。気象庁は気温や降水量などの基準に使っている平年値を10年ぶりに更新し、全国の平均気温は 0.3 度高くなりました。東京は 0.4 度上昇し 15.8 度になりました。今回は、この緑色で囲んだ、左側の10年が、消えて右側の10年が新たに加わる、こういった変更になります。平年値は過去30年分のデータの平均値で10年ごとに更新されます。現在は1981年から2010年のデータが使われています。気象庁は24日、2020年までの10年間のデータを使った新しい平年値を発表しました。それによりますと、この10年間の温暖化の影響で全国の平均気温は 0.3 度上昇しました。東京についてみると、平均気温は 0.4 度上昇し、15.8 度になり、30度以上の真夏日の日数は 5.7 日増え、52.1 日となりました。また、桜の開花日も2日早まって3月24日となりました。1991年から2020年までのデータを使った新しい平年値は5月19日から使われます。なるほど。やっぱり気温が上がってたんだにゃ。ところで、みんにゃは平年値って何か知ってた？天気予報を見ているときに、明日は平年より気温が高くなりそうですっていう表現聞いたことにゃい？この時に出てくる平年の元になっているのが平年値。平年値は気温や降水量など、その時々の気象や冷夏や暖冬といった天候を評価するための基準だにゃん。過去30年間に観測された様々なデータの平均値で、気象庁が10年ごとに見直しているんだにゃ。今年がその更新の年。現在は1981年から2010年までのデータが使われているんだけど、5月19日からは1991年から2020年までの観測データを元にした新しい平年値が使われるようになるにゃん。新たな平年値では、年の平均気温が現在の平年値よりも高くなるところが多いにゃん。地域別に見ると、東日本で 0.4 度、北日本と西日本では 0.3 度、沖縄、奄美では 0.2 度上昇してるにゃん。地点別では、東京の都心や名古屋市、仙台市、高松市、佐賀市などで 0.4 度、宇都宮市と水戸市では 0.5 度高くなっていたにゃん。桜の開花は、ほとんどの地点で1日から2日早くなっているにゃ。真夏日の年間日数も、東日本から沖縄、奄美の多くの地点で3日以上増えていて、猛暑日が4日以上増える地点もあるにゃん。降水量は、夏の西日本や秋と冬の太平洋側の多くの地点で 10% 程度多くなっているんだにゃ。気象庁は、こうした背景には、地球温暖化や都市化などの影響があるとしているにゃん。気象のデータは、気象にゃーんちゃって。今日も見てくれてありがとにゃーん。チャンネル登録よろしくにゃん。